はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はですね、こちら、セブンイレブンで、買ってきました、スプーンで食べる焼きトウモロコシを、つまみにですね、確かこれもセブンイレブンだったかな。薩摩美人の黄金千貫、芋ですね。の天然水割りです。こちら。鹿児島県産の黄金千貫使用。アルコール度数 10%。高いですね。高め。黒麹仕込みの焼酎。原材料がさつまいもと米麹、かっこ炊三昧。容量が 250ml。となっております。うん。ですね。それでは、飲んでいきましょう。乾杯。まあ、薩摩美人は美味しいですよね。芋焼酎。薩摩美人。いい感じに、香りが、芋って。いただきます。これあれやん。レンジでチンした方がいいわ。芋だわ。芋の香りがすごい。すごいします。あんまりね、最近は芋焼酎が、あんまり、好きじゃなくてですね。あんまり飲んでないんですけど。結構香りは本当に強いですね。なんか、ほとんど水割りって書いてあるんだけど、ほとんどあれやん。まんま、もろ、飲んでるみたいな香りは。強いですね。もうちょっとこれ温めよう。黄金千貫、薩摩美人、黄金千貫、薩摩美人の黄金千貫っていう名称のやつがあるんだ。もうまんまこれですよ。これと同じいわゆる焼酎があるんですね。だからかな。
やけに香りが強い。あの普通の薩摩美人は多分そんなに香り強くないと思う。どちらかというとおとなしめの方だと思うんですけど、鹿児島産、黄金千貫を原料に昔ながらの黒麹で仕込んだ芋焼酎です。黄金千貫のふくよかな甘みを生かしたコク深い洗練された味わいが特徴です。香りが重厚、味も濃厚ってなってますね。あ、あったあった。あ、違うわ。それは25度のやつや。これが天然水割りのバージョンは、香りが軽快、味は淡麗って書いてある。味は淡麗。まあでも、薩摩美人は、間違いだ。あ、ずっと、あれだと思ってた。薩摩島美人だと思ってた。島美人とは違うんだ。俺、薩摩美人俺飲んだことない。薩摩島美人っていうのがあるんですよ。それのパクリか、これ。いわゆる。名前ドパクリやん。まんまドパクリやん。薩摩美人。俺が飲んだのは島美人の方ですね。島美人は美味しいです。あの、本当に飲みやすい。飲みやすいし、甘いしね。あの、フルーティーで。かなり飲みやすい方の、焼酎、芋焼酎だと思いますね。そっか、それ、これ、薩摩美人の、島美人のパクリか。なんという。もう、まんまパクリ。よく見たら、薩摩美人の方は、あの、メーカー自体が違いますね。薩摩島美人の方は、長島健常有限会社。っていうところ、あ、みたいです。が、蔵元が違う。薩摩美人の方は、福徳長種類株式会社。まあ、いわゆるオエノングループの、会社ですね。しかも本社が東京都にあるっていう。にわかですよ、完全に。東京でね、芋焼酎とか笑わせんなよって。芋焼酎といえばお前、鹿児島だろ。で、ちゃんと島美人の方は、あの、鹿児島のところです。本社がね。
長島健城有限会社。これ有限会社なんだ。もったいないですね。株式会社。だと思ってたけど。まあ。株式会社と有限会社の違いもようわからへんけど。薩摩島美人はほんと美味しいですよ。これは本当に芋焼酎嫌いな人でも安心して美味しく飲めるフルーティーな芋焼酎。もうこっちは芋っていう感じの芋焼酎なんでちょっと飲みにくいかな。まさかこんなパクリ商品が出てるとは思わなかった。しかも薩摩島美人ってさ、薩摩ってさ書いてあるのにさ鹿児島じゃないっておかしくね。薩摩ってそもそも鹿児島のあれでしょ、地名でしょ。しかも薩摩美人でググっても薩摩島美人が出てくるっていうね。薩摩島美人の方は、鹿児島人の愛するダレヤメ焼酎。癖のない飽きない焼酎です。ダレヤメはこの辺りで晩酌を指す方言です。ああ。晩酌ね。鹿児島でのダレヤメ焼酎は、この、薩摩島美人と黒伊佐錦が二分しているのではないでしょうか。なるほど。多くの人に好まれる通り、飲みやすく癖のない焼酎です。穏やかで芋臭さが苦手な人でも飲みやすい感じです。だって。まあ、見たけには負けると思うけど、フルーティーさはね。見たけは本当にあれです。薩摩島娘なんていう焼酎もある。薩摩島娘。黒伊佐錦は、ちょっと芋っぽい焼酎だよね。黒伊佐錦。ドライな。結構ドライなんだよね。黒伊佐錦はね。
長崎町限定で販売されているのが、薩摩島娘。うん。もうさ、まあ、これは芋ですね。この黄金千貫、薩摩美人の黄金千貫の水割り。芋っていう感じの芋焼酎。まあ、味とする、まさ、俺はちょっとこういうのは、芋っていう感じはあんまり好きじゃない。香りは強いです。はい。4254です。違う、3です。ご視聴ありがとうございました。